どうも柴です。本日は大阪の超繁華街左衛門町に来てます。見てよこの繁華街チックな感じ。おーおー、廃墟やないかということで今日はですね、日本一分厚い本カツを食べようのコーナーです。はい、ということでね、とりあえずどこでもドア用意しといたか。坊ちゃん、赤いご落ちてまうやろ落ちる前に登れるか。あ、こっちから行くの俺内側からかと思ったな。で、どこなん、ちょっと行ったところがあるみたい。この時間さ、観光客がベロベロに酔っ払った後の若者しかおらん。そうやな。あ、亀仙人。おー、はい、ありがとうございます。イエーイ、亀ちゃんでーす。南の大阪、亀ちゃんでーす。え、なんで、なんで肌が鳴ってるんすか。なんでやばいやろ、あれ捕まるで。あれ捕まるな。この辺やと思う、この建物では間違いないから多分。ほうほうほう、あるで。これちゃうかな、うなぎやね。いや、だからうなぎ屋さんの曲がりでやってるらしい。ほう、だから多分これやで。うなぎ屋さんにとんかつあんの。すいません、めっちゃ分厚いとんかつってあるんですか。ありますよ。あ、あるんですか。ありがとうございます。奥のお座敷どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あったね、見て見て、お品書き、カツ重 600g、これやわ。それな、うん、これ行こう。あ、ありがとうございます。600ってどんなんなの。なんかこんな感じらしいよ。おお、これは日本一じゃないか。ということで、ちょっと待ちましょう。何そわそわしてんのよ。あれを見たらもうまだかなってなるよね。おうおうおう、はい、すごいな。なんか様子がおかしい感じになってるんですけど。それ蓋いらんのじゃん。なあ、ちょっとこれ様子おかしいよね。蓋がな。じゃあオープンしていきます。何やこれは。これどうなってる、どうなってんの、これはどうなってる。え、ちょっと待ってな、これ分厚いカツやんか。うんうんうん、と、あ、乗り切らんと。あ、こういう感じね。なるほどなるほど。ちなみに 200g の方もかなりボリュームあるやん、これな。うん、分厚いし、うん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 、ね。では乾杯です。あ、じゃあちょっといただきますか。ビールで潤わしたし、次ね、赤だしね。見て、赤だしの中にうなぎ入ってる。ほんまや、うなぎや、うなぎ。うん、ではいただきます。どっから行こう、こっから行こうか。うわ、分厚い。しかも衣めっちゃ薄いやん、綺麗やな。むちゃむちゃ柔らかい、超低温調理されてる。これはめっちゃ柔らかいし、低温調理してるから、うん、うまさが逃げてない。おお、これとんかつというよりなんか違うものやで。もうそんな感じない、うん、うまっ。衣に味がついてる。もう一回いくわ。そのままにちょっと天つゆっぽいものがついてるような。あ、かけてくれてんのか。ほう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 、うまいわこれ。今日冷静に考えてね、揚げて火が通るわけないから、これもう前の晩からめっちゃ低温調理ちゃんとしてくれてんねん。だって柔らかいもん、これほら、肉汁一切抜けずに。うん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 、あ、うん、うまっ。なんか角煮って言ってるみたいな。角煮そんぐらいあの柔らかいってこと。あーはーはーはー、うん、これは食べ応え抜群やね。味変がさ、
レモン、抹茶、これなんやろ、梅か、でわさび、マスタード、うん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 、抹茶、抹茶塩、うん、これはカツ丼という豚料理ですね。あ、なるほど完全なる、うん、豚料理ですマスタードのっけて、次はやっぱ聞いたら低温調理してるみたいで、うん、24時間やってるんで、だから、うん、この僕が今日頼んだこの 600g、 これ仕入れの都合上があるから、うんうんうん、あの24時間ほんで低温調理しんとあかんから、うん、2日ぐらい前までにあの予約してくれたらあるよって。あ、 600g に関してはね、だから、まあ、来てある時もあるかもしれへんけど、うん、まあ、2日前に言ってくれたら確実やねっていう。なるほどね、うん、なんて言って1日低温調理しんとあかん、寝かさなあかんから。僕が手にしてた坊ちゃんが来た場合は、うん、生で出すわ。やめろやめろやっぱ低温調理するとほんまにあのうまさが逃げへんねんなっていう、うん、このなんていうタンパク質がちょうどね硬くならんか硬くなるかっていうこのちょうどいい温度でやってね。ほう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 。で大体ねタンパク質って多分60度70度超えてくると固まってくる。硬くなってくる。あそこをギリギリのところでやって火を通してるから安全やし、うんうん、柔らかくて美味しい。ああはあはあ。むしろもうこれとんかつ定食でいいよ。あかん、のしとかなあかん、映えいいからのさんと、うん、柴さんもそうやん、ちっちゃい体に大きい頭をのしてることによって生まれてんやろ、うん、この辺もともとしまってるそれがちっちゃい体と顔面が別々やったら、うん、映えへんやんか。映える前にそういう危ないやろ怖いやろまあでもそれぐらい映えるようにしてんとあかんのよ多分。今日見て楽しむっていうのもすごい大事やから。そうやな、うん、視覚でな、とりあえず、うん、味見てって、もうこのダブルが絶対大事。うんうんうん。じゃあ坊ちゃんも食べていきましょう。はい、いただきます。はい、坊ちゃんの歯でも大丈夫。大丈夫、うん、うんうん、大丈夫大丈夫。いやいや、それ米や、それ米や、似合うな、うん、大丈夫似合うな、それ、うん、あの視聴者は思っている、視聴者の、うんうんうん、ええから早く食えて、カツをええから早く食えた。あ、わかりました。うん、歯ぐきでいいけど、めっちゃ赤。うん、これはカツ汁ですね。はい、うまい。はい。あれ、あれ、僕のターンは終わりじゃないのすごいわな。これ塩やんな。ナトリウムチャンネルへようこそ。出てこへんから確かにそうやな。あ、塩最高。やっぱうまい。うん、塩が最高。塩がいい、一番塩が好き。結構分厚いから火をいっぱいかけて表面しょっぱい感じにして、うんうんうん、合わすと美味しい。あ、それ酒飲みや、好きな、好きなんですよ。そうなのかな、うん、だから枝豆とかも表面めっちゃしょっぱい感じで中普通みたいなのが好き。あー、それ酒飲みやな、完全なナトリウムどんどん取っていくよ。血圧計怖いね。なんかうちの職場の先輩が、うん、いきなりね、仕事コンクだったんですよ。うん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 。なんでなんかなって、入院しとった。原因は高血圧が原因で、うん、なんか肝臓がなんかもう疲れ切って、うん、もうほんま肝臓の機能止まる一個手前やった。肝不全や。うん、柴さんが顔面不全になるのと一緒やんか。顔面不全はもうすでになってるやん。疲れ切って、うん、もうなってる、もう機能してない。顔面のネタやめてくれ、ショックを受けるから。ごめん、ショック受けてたんや。受けてるわ、いつも泣いとんねん。僕ステルスで死にそうストレスあった？あるよ。例えばどんな服着てもダサい、うん、例えばどんな髪型してもダサい、うん、例えばどんなポーズしてもダサい、うん、これって全部顔じゃないほんまやな、素材やな。まあ何でもさ、考え方次第やな。そうやな、うんうんうん。あ、さっき朝ほら
クイーンズコートから出てきた亀仙人だって、うん、考え方次第、まあ、楽しそうやったわ、うん、な、あの亀仙人は一体普段仕事何してる人なんやろうな。多分どっかの会長さんとかちゃう。あーなるほど、意外に、うん、これもう下の天つゆが、うん、結構うまい。天つゆと、うん、このポークでいったらうまいね、うん、だからもう最初の方豚肉しかなかったけど、うん、もしかしたら200が一番食べやすくて美味しい量かもしれん。ごちそうさまです。お腹いっぱいや。国産豚使ってるから豚の脂が美味しいね。うんうんうん、うん、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったな。うまかったね。ものすごいボリュームやった。確かに。ほんまにあれは新たなもう映えスポットやね。そやな、うん、ほんまにやっぱな、あのだしと覆ったらうまいわ豚肉って。あーはーはーはー、うん、柴さんはやっぱり豚肉やってんな。うん、俺赤だしがうまかった。あ、そっちか。うん、そっちが赤だし。確かにうまかったけど、うん、やっぱりあのボリュームの豚肉食う、あの値段で食えるってなかなかないで。なるほど。うん、おうおうおう、ほんま最高なんで、ぜひとも皆さん行ってみてください。はい、あれ亀仙人どこ行った？どこ行ったんじゃん。亀仙人どこ行ったら、あ、車無事やった。どういうこと？よかった。朝なんかそこで車ボコボコ蹴ってるやつおったやろ。おったおった。ほんまに、もう連れの車か自分の車か知らんけど、ボーンボーンもうびっくりしたよあれ。なんかいろんな人おるな。なあ怖いな。あ、あれあれを真似したん。能力を覚醒させる。顔面を覚醒させる。顔面はもう覚醒しきった後や。抜け殻抜け殻というかもう最近吹き出も出えへん。覚醒させて隣の店で働こう。ぽっちゃりエンターテイメント行くけ俺ら。ぽっちゃり行こうか。行きましょうか。多分周りの人が見たら、あいつらも飲んできたんやなって思われてる。なってるなってる確かになってる。ということで本日もありがとうございました。